青年訓練所は1926年から1935年の間日本に存在した教育機関である男子青年に軍事教練その他を施すことを目的とした1926年直令青年訓練書令によって設置された中等以上の学校に入学しない青少年の心身を訓練し国体観念を習得させ 新民としての資質を向上させるというのが事実上の目的であった。市町村、市町村学校組合及び町村学校組合ほか、市人がこれを設置し、地方長官が監督した。その設置、廃止、訓練過程、その他必要な事項は文部大臣が定めた。公立青年訓練所は実業補修学校、または小学校に併置されるのが例であるが、他に、 工場、鉱山、会社、商店などの私人団体でも、地方長官の認可を得て設置することができた。職員は主事及び指導員が置かれ、公立青年訓練所の主事及び指導員には、実業補修学校長、または小学校の教員、在籍軍人その他適当なものに、地方長官が嘱託し、私立青年訓練所の主事及び指導員は設立者が、 地方長官の認可を得て定めた。初年度には全国に15,580校が開校され、生徒数は891,550人であった。1935年に実業補修学校と統合する形で、青年学校へと発展的に解消した。その理由としては、教育内容が似通い、しかも、生徒の約半数が二重学籍を有するなど重複が、 目立ったからであった。期間は4カ年で、16歳から20歳までの男子を入所させた。第1年度の入所は4月1日であり、入所資格者はその年3月31日に16歳以上17歳未満のものであるが、特別な事情のあるものは17歳以上でも入所することができた。訓練は4カ年間に終身及び公民化100時間。 教練400時間、普通科200時間、職業科100時間、つまり全期間を通じて800時間で終了である。青年訓練所における教練差別は、教練の進歩発達のため及び終了者が兵役に関する資格を備えるか否かを考察するために行われた。差別官は師団長が物価商工から命じる。2か年に少なくとも1回行われるのが例である。 青年訓練所、または兵役法試行齢でこれと同等以上と認定された訓練を修了し、修了証、または証明書を有する者は現役不評として不評連帯に入営し、中隊長が行う検定試験に合格し、成績の良好な者は在営期間を6ヶ月短縮された。ありがとうございます。